大越ひかり、どうしてあなたは秋田小町なの？よしはかるです。ということでコンパートも楽しく探索しましょう。断らせていただこう。なんでだよってかくらいな、ここ。これはランプのようなアイテムが必要そうですね。別のとこにしましょう。賢明な判断だ。おお、これは雪エリアというやつですね。結構早い段階で夢日記系統でほぼ確実に存在してるこの場所に来れたのは嬉しみがあります。不気味な世界が多い夢日記派生の中では優しさを感じる綺麗な場所だものね。まるで私みたいに綺麗だもんな。寝言は寝て。泣いてもいいですか？マリサ、これで涙を拭き。なぜワカメなのだろうか。家がありますよ、お二人さん。家が、備蓄してやる。まさかの時のために食べ物を。親戚のおじい、ただの真面目なおじいちゃんではろた。なんか温かみと可愛さがハーモニーを奏でてていい感じですね。しかも早速アイテムゲット。それに手に入れたのがランプということは、さっきの暗い場所を探索できるようになるのでは？天才か貴様。変態です。知ってた。ループ検定でも引っ掛けとして天才か変態かと元気か便器かを問う問題がよく出ます。前者は変態、後者は自重します。自重します。すいませんでした。初代から思ってたんですが、頭だけランプに変わる感じじわじわきますよね。なんとも言えないシュールさがありますからね。しかしあれ目とかもなくなりますけど、どうやって周りを見てるのでしょうか。そこ気にしちゃいます。そういうとこ気にしちゃうのが僕の悪い癖なもんで。ならばその疑問に私ルプカチ先生が答えてやりましょう。バカチンが、いいですか、腐ったバカチン。もはやただの罵倒プレイですよね。おそらく目などがなくなる代わりに周りに超音波を鳴らして位置把握をしてるんじゃねえか。お前が説明するんかーい。なるほど、コウモリ的な生態になるわけですか。それなら確かに納得できますね。えっへん。いや、あんたは何も説明してないでしょが。かー、ループさんと絡むと心底疲れますわ。シンプソンズ疲れる。一体彼らに何が。なんだかんだ乗ってくれるとこに吉はかるの優しさを感じるな。まあこういうノリが嫌ならそもそも参加してませんよ。ほんとほんと。あなたは固定メンツでしょが。小さな公園のようなものを見つけました。とりあえず横に座ってみよう。この夢歩きは全体的にほのぼのとした雰囲気ですね。そうですね。今やってる他の派生が結構エグい内容の多いので、このシリーズでホッとしていただければと思います。ホッとするにしてはネタが過激すぎる気が。そこは私の動画なので致し方ない。そここそ一番改善すべき点だと思うんすけど。マリバナナさんは勝ってないな。ループさんから過激さ取ったら何も残らないじゃないですか。あんた私のことなんだと思ってるんだ。ウツボ人間だよ。ということでランプを使ってリベンジ。これを機に私江戸川ランプに名前を変えようかな。奇怪な小説ばっか読み出しそうだな。ネクラマグマ、ドグラマグラが聞いて呆れる。リキッドコルコンみたいなのいるね。他の動画見てないとわかんないこと言うのやめなさい。うん、こういう場所はやる側はいいけど動画向きではないんだよね。という理由で昔なら大幅カットしてたんですが、しません。暗闇マップにも各制作者さんの個性がちゃんと出ているんです。こういう模様一つ一つに。なおかつプレイする側はほんと楽しいですよ。深夜とかに暗闇マップ歩くと何とも言えない気持ちになって、こういうマップは暗さがゆえにサムネ候補にも上がりませんし、報われない部分多いんですがね。これに関してはプレイして味わうのが一番じゃないかなと思うよね。ほんとその通りですね。そういえばライト付きの乗り物って派生であるのかな。ああ、確かにライト付きの乗り物であれば速度も落ちませんし、いいですよね。ブルーンブルーンピッピー、どこを歩いてる松田、どこを歩いてる松田。ライト付きの乗り物とは言ってない。クラクション鳴らすたびにボイスが鳴るよ。騒音おばさん以来の衝撃来るぞそれ。発売元は日産ですかね。やっちゃいすぎだよ日産。お前らほんと怒られるぞ。怒られ慣れてるので大丈夫です。この動画界という魔境にずっといますからね我々。なんか悲しい適応だなそれ。そして散々歩いて扉に戻ってきてんじゃねえか、何してんだ。仕方ないなマリタ君は。私が魔法の力で時間を進めてあげるよ。カットするんですね。おいやめろ、夢のないことを言うのはやめろ。くるくるミラクルくるくる、魔法をかけるとあら不思議、アイテムがすぐそこに現れたよ。はマジギレやめて。ということでコンパートも2個分ゲットできたということで、調子いいですね。後々トラブルが起きたりとかそういうことのフラグになってなければいいんですが。大丈夫ですよ、だって私たちですよ。このメンツだから不安なんですが。この日の夜吉はかるは涙で枕を濡らしたという。変なナレーションつけんなや。自分が牛ガエルなのかガマガエルなのかに悩みもだえながら。吉はかるだよ。へっけ、なんで唐突にハム太郎の真似したんだこいつ。